星とコインっていうのがあってそれを集めていくんだけど、うんうん、コインが何十枚あっても星をいっぱい持ってる人が勝ってしまうというゲームです。星が何？星が欲しいってなんかガハハハ寒いよ。星がなんだって欲しい言わずに来た。達人にホロックスは勝てるよね、うん、いや勝てる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 。ちょっと待って、コメント欄がカナタ先輩だって言ってんだが、うん、やめとけ。やばい。え？それはコラボを解禁するまでダメだぞ。ダメだぞみんな C だぞ。かわいい。一番得意これ。めちゃくちゃゲーム史上ね、もう私のためのゲームと言っても過言ではない。遅っ、遅くね、早いだろ遅くね。ちょ、我が輩見てな、我が輩いくよ。あ、我が輩まだだよ。あ、遅くねー。早いじゃん。結構うまいよ。あ、我が輩見せてみろよ。おい、遅くでなんか固まってますが。あれ？何今の？何今？回線弱ですか？いや、達人だよ。達人だよ。なんだよ。なんなんだこいつ。誰だよ達人選んだの。我々だ。みんなで選んだ達人だ。81コインもあんだけど。ホロックス。ホロックス弱。違う。あいつが強いんだ。夜なんかパーティーが開かれ、パーティー行ったことない。パーティー見たいね。パーティーしたい。パーティー。たいね。鍋パして、鍋パ。で、ホロックスもパーティーしようよ。鍋食べたい。お豆腐大好きなんだけど。弟あ、我が輩弟大好きだよ。あ、そうなの？なんで今弟の話になったの？お豆腐お豆腐だよ。お豆腐だわ。兄弟萌えがここに。双子だけじゃないの？店長として聞こえてる。まあでもマップ読めますから、地図読めますから。出た。いや本当に読めるんだよね。読める。なんか我が輩とさ、博士でさ、ご飯食べに行った時さ、なんかその道わかんなくて、我が輩だってうん、地図で見てたんだけど、なんかね、博士が道案内してくれたよ。そう、どこでも連れてってあげるからね。だってラップあれだもんね、自分家でさ、最寄りの駅のさ、なんかあれだよね。やめろ、マジで。なんか例えばだよ、これ東口の方が近いのに西口とかで出てたんだよ。ずっとねそれ多分西口の方が近いぜみたいな状況を気づいてなかったん。ずっと気づいてなかった。絶対東口から、ね、出た方が近いから。そういうことしてる。そうなんだよね。生きるの下手くそか。で、私に教わって分かるっていう、発覚する。いや、地球はね、難しい。地球はね、こまごましてるもんね。